ザバンク・ディックは1940年のアメリカ合衆国のコメディ映画。舞台はカリフォルニア州ロンポックで W.C. フィールズ演じるイグバート・スーゼは銀行強盗をしようとして失敗した挙句、警備員になってしまう。この主人公は酔っ払いだが、自分の名前の発音について大酒のみを意味する俗語、サウスと呼びかける周囲の人々にしょっちゅう怒鳴りながら、スーゼだよ、いいに。 アクサングラーブ、ママ、がつくんだ。と繰り返す。銀行や家庭での場面に加え、主人公が映画監督のふりをする場面や、最後には大混乱のカーチェイス場面なども盛り込まれている。ザバンク・ディックは、フィールズの古典的出演作品とみなされており、口うるさい女房の尻に敷かれ、義母には認められず、乱暴な子供たちに流行られ放題の酔っ払いの、 テというフィールズのいつものパーソナリティが全面的に盛り込まれている。映画の脚本はフィールズ自身がマハトマ・ケーン・ジーブスという編名、エドワード・エフ・クラインが監督した。三バカ大将の一人シェンプ・ハワードがバーテンダー役で出演している。1992年、ザ・バンク・ディックはアメリカ議会図書館によって文化的、歴史的、美学的に重要と評され、 アメリカ国立フィルム登録簿に保存登録された。主なスタッフについては、インフォボックスを参照。この作品は、カボチャをあたりと並んで、フィールズの代表作とされること多く、映画評論サイト、ロッテントマトズで100%の評価を受けている。また、この作品は、スタンリー・キューブリックが1963年に、雑誌、チネマの求めに応じて、 お気に入りの10本の映画を選んだ際に第8位とされた。ありがとうございます。